さんはどういう展開を予想されているんですか、この1戦。そうですね、まあ、やっぱ早い段階ではやっぱ天心選手だと思いますね、はいはい、早い段階なら長引いたら村上選手有利だと思いますね。170センチ55キログラム、湘南格闘クラブ所属、全ライズバンタム級王者、挑戦者村越屈辱から1年4ヶ月、リベンジに燃えています前チャンピオン村越裕太。村越選手にも随分熊子さん、ね、紙テープ飛んでます、はい、たくさんの応援が来てますね、はい、そして宮城さんお帰りなさい。ただいまです。さすが、いつの間にいらっしゃってたんですか。いやいや、もうすごい緊張しました。今日一緊張しました。何をしたびっくりしちゃいましたよ、いろいろコメントこれから伺ってまいりますから、はい、さあまずは那須川選手のコールを聞きましょう。はい、那須川選手がコールされますので、それを聞いてから伺いますね。バトキュー王者、スーパー高校生、那須川天心。我が道を行きます。全勝街道まっしぐら、初防衛戦、那須川天心です。さあ、先ほどお二人に一番近くまで行きました、はい、宮城さん、どんな感じの両選手でした。いや、もうリングの中のすごい緊張感ですね、緊張感と、もう熱気と、まあ、会場の熱気も強一なんで、はい、いやすごいんですよ、はい、もう熊久保さん今舞い上がっちゃってますもん、はい、なかなかこれだけの興奮度ってないですよね。そうですよ、中に入っただけで鳥肌立ちました、ね、そうですか、はい、さあ、その鳥肌のこのリングでこれから大激闘が、あるいは一瞬で終わるかもしれません。大輝さんはどんなことを予想されますか。そうですね、まあ、もう本当もう村越君がどこまでレベルが上がってて、天心もそのレベルにどうついていくかレベルが上なんで、はいはいはい、どういう戦いがこう繰り広げるのすごい楽しみです。さあ、どちらが上に行ったか、それがこの試合で分かります。お互いのグローブを合わせました那須川天心、そして村越裕太、現チャンピオンと前チャンピオンの激突です。非常に精悍ないでたちになりました村越裕太、髪の毛を短くしまして、そして、全身を浅黒い感じのシャープな体に仕上げてまいりました。やっぱりあの熊子さん、はい、村子さん、パンプアップしてるだけありまして、しっかりとした鋼のような筋肉がついてますね。はい、そうですよね。身を出していきました。体大きくなってますね、はい、村子のリードブローに対して、おお、天心速い。速いですね、やっぱスピードですよね、天心選手は、はい、天心は宮城さん、はい、5の線という相手が打ってきたのを見て、それから出しても先に到達できるんですよね。目がもういいみたいで、練習相手も膝を振り上げていきました。そしてまた痛み起こす。そして結果ガンガン、あっと、これはレフリーが割って入ります。この動き、大輝さんどうでした今。そうですね、もうこの左ストレートが怖いですよね、前回もそれでやられてると思うんで、排気で相手のいい打撃のその上を越えてきますから ね。今日もこの村越の村越選手だって、あっとあっ、久保君がちょっとぐらつきました今、まあ、タイミングですね、タイミングです、はい、おー、全然から右へ返します。村越選手もね、あのボクシングは多分相当練習やり込んだと思うんですよね、はいはい、天心対策ですね。今日も天心のつむじ風がリング上吹き荒れています。これを村越完全と受け立とうとしています。スペディがバックロー、これは外れました。いろいろな動きを織り交ぜてきます村越裕太、すごい緊張感ですね。そうですね、この天心の動きを目の前にして、現在の村越はどのように宮城さん見えます。そうです、まあ、落ち着いてるのもあるんですけど、はい、まあ、天心もこの村越のガード硬いのに、そのガードの中から飛び出ていくのはやっぱすごいですよね。あ、そう、おう、出てくるところ食い止めます。まずはブロックするような刺すような感じのジャブを出します。左ストレート、相手がコーナーまで飛びます。村越思わず交代、パンチをつなげていきます、あるいはキックもつないでいきます。この辺のコンビネーションというのは宮城さん鮮やかですね。すごいですね、もう本当に空いてるところも的確に狙ってますからね、前の前のチャンピオンの宮城大輝さんもびっくりという動きを見せます。左、そしてボディフェイント入れましたね。そうですね、
まあ、よく僕が言われるのがやめてよかったねってすごい言われるんそんなこといやでも思わず宮城さんもそういうのジョークで使ってしまいたくなるほどね、そう、そんぐらい強いですけど、でも本当に一回やってみたかったなと思うぐらい鮮やかな攻撃ですよね。そうですか、カムバックを待ってる方もいらっしゃるかもしれませんよまあ冗談はさておいて、那須川と村越すだれ、まだですねお互いの得意のキックによるボディへの攻撃はまだ見られてないですね。そうですね、でもまあサウスポー同士だと三日月が結構入りづらいと思うんで、はいはい、なるほどなるほど、はい、となると村越のミドルキックが先に出るかというところなんですが、第1ラウンド終わりました、はい、2ラウンドどうするかですね。さあ第2ラウンドです。チャレンジャーリベンジ、しにリングに上がりました村越優太は、あの大輝さん、はい、ドロドロになっても勝ちたいというこういう表現を使ってるんですよ。まあ、もし ボディを本当に狙って多分倒してほしいですよね。天使もあのボディで負けたらやめるというぐらい、はい、言ってますからね、はい、そのぐらい自信があると思うんで、まあ本当に、おう、お互いにすれ違い、まあ、あの時代劇の、熊熊さん、はい、刀による決闘ですよね。すれ違った瞬間どちらかが倒れてるというような、すれ違った瞬間にあの天心選手が、ね、振り返ってすぐ次の攻撃っていうのがあるんですよね。そうなんですよ、時代劇と違うところはそこなんですよね。すれ違った瞬間もう振り向いてるのが天心なんですよね。そうなんですね。あーっとうまく当てました。この辺のさばきも宮城さん、アウト。いいんですかこういうパフォーマンスは。でもそこまでちゃんと集中してますからね、天心の場合は、はい、問題はそこなんですね、集中ということですね、はい、今度はローキック、血を這うローキック、あるいはミドルに近いローキックを放ちます。インド天心はあんま自分から行かないんで、はい、行きづらいですよね。自分から行く、そうですね、そうですね。村越君も自分で行くとカウンター合わせられるし、はい、行きづらいし、もう本当にやっぱりどうしても見ちゃうという格好になるんですかね。アウト、パンチとタイに近いようなキックの交錯であります。村越もっと蹴ってほしいですね、ええ、アウト。まあこの日のために1年4ヶ月汗水垂らしてプレーに苦労を重ねて練習に練習を重ねてきた村越優太であります。蹴りパンチが当たらない距離にいてほしいですね。ローパンチとローキック同時に出してきたような動きを見せます。高いガードちょっと開き気味、那須川大臣左から身を返す、ロングローです。今ちょっと熊本さん強烈に入りましたね。そうですね、村越選手の攻撃が那須川選手の下腹部に入りました。ロングローです。今ただ状態を見ています。少々お待ちください。ほぼ宮城大輝さんの目の前 で、ね、はい、起こったシーンであります。ローを行ったところにモロ入っちゃいましたね、はい。これはあのよくちょっと休んでスッと行っちゃう人もいますけども、はい、これはやっぱり個人差があるんでしょう ね、まあ、そうですね。当たり方ももちろんあるでしょうけど、天使の場合こう詰めるのが早いんで、はい、その分あのこうバーンという衝撃が強いと思うんですよね。カウンターの近接ということですね。これはたまりません。ここはあの熊子さんぜひじっくりとね、はい、あのだからあでもこれではやる気ですね。こうあ結構大丈夫ですかね。さあ村越優太ちょっとしたあポーズができてしまいました。ローキックちょっと動きが出てきたので村越としたらミドルを放ちやすい状況になったのかもしれません。那須川天心は臆せずどん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 来ます。長丁場ということを考えると今スタートダッシュしている天心、後々を見ているのか優太、滑った滑った、これは滑りました。今大胆な動きをします。相手の裏に出るようなそんな動きを見せましたがちょっと足を取られてしまいました。天心です。大将、ミドルを放ちました。そして膝、このあたりは前回非常に強みを見せたシーンであります。村越優太、村越君いいですね、調子が。そうですね、はい、スピンを見せます。いろいろな技を織り交ぜる天心、結構出してきますね、はい、そうですね。村越選手もようやく手が出てきましたよね、はいはい。第2ラウンド終了、はい、これ最後が何か仕掛けてくるとは思うんですね。まあ、第3ラウンドです。まあ、第1戦は1年4ヶ月前、村越が仕掛ければ仕掛けるほどその上を行ったじゃないですか、はい、上回るようなスピードで返されました。 そうですね、その辺を
け考えてることなんですかね。村越選手が前回見せたのがそのサウスポーの相手に出しての右の三日月蹴りっぽい前蹴りなんですよね、はいはいはい、それがどう出るかですね。ちょっと改良版の三日月という感じなんでしょうかね、はい、うまあしかし、つい最近の一番最近の村越の試合でも、あれは小笠原栄作との試合ですけども進化したもともと強いミドルも進化してましたし、はい、膝蹴りも使いましたし、そうですね、膝蹴りはもともと強いですよね、はい、その辺を全て出し切った。ただ前回の試合でその膝蹴りにフックを合わされてダウンとなったので最初のダウンですね。あー、はい、ですからボディー、今打ったことないなと思ったんですよね。ボディーブローのカウンターですけれども、大輝さん今のどう見ました。今度キャリー、すごいですね、ねじ込んでいきます。天心がボディを狙ってきましたね。そうですね、はい、村越くん1、2ちょっと動き変わってないんでここでちょっと変えてほしいですけどね、はい、考えがあって村越はこういう戦い方なのか、あるいは封じ込められているのか、あるいは何かまだ先に秘めているものがあるんでしょうか。小柄な天心選手にとってはそれほど長いリーチではないんですが、このリーチ補ってあまりはあるほどの飛び込みを打ちます。おお、出し始めました。明日天心も答えます。村越君、これ右の蹴りもっと対応してほしいですね。右ですか、はい、さっきから入ってるんで、はい、太ももの裏ヒットします。右ジャブが当たりました。今度はサイドへ、足をサイドに上げて距離を置きました。ロキック、そろそろ熊久保さん蹴りが出始めましたかね、はい、そうですね、だいぶ出てきましたね。ノーアウト、でもなんか村越選手は本当感覚を研ぎ澄ませてる感じがしますね、はい、いい集中力してますね。天心がですね、いろんなトリッキーな動きを出すんですけど乗らないですもんね、はい、パンチはやっぱ天心選手ですね。スピードは違います、全然違いますね、はい、このカウンター気をつけてほしいですね、はい、君はもう一回3発出しましたよ今、はい、まあ、ああいうパンチのスピード、ハンドスピードというんですけども抜群のスピードを誇ります。ジャブは入ります。村越が右を突きました。これどこかね、村越選手が山を作らないとタイトルダッシュないですからね、はい、その勝負ところをどうするかですね、はい、おう、まあ、あと天心選手は5ラウンドの試合で勝って終盤にどっか痛めて失速したケースがありましたよね、はい、ありましたね。ブロックします。ブロックの上でもミドル結構きそうですね。第3ラウンド終了。第3ラウンド終わっています。村越裕太、この4ラウンド目か、あるいはまだ先があるのか。さあ第4ラウンドです。ライズバンタム級のタイトルマッチ。那須川天心は世界タイトル ISKA を持っています。それからブレードのトーナメント、ベルトも持っています。今そしてもう一つこのライズのベルトをかけて戦っています。今日はそのライズのベルトの初防衛戦です。まあ、天心選手は終盤にボディー、そして顔面、終盤にスタミナ切れすることありましたけど、はい、それは前半飛ばしすぎたからですよ ね、 そうですね。今回は飛ばしてないんで、はい、ご覧でいけそうですよね。日々反省と精進を繰り返して現在の那須川がいます。それは村越も同じことが言えましょう。意地と意地、そして若さと若さの激突です。ゴーブロック、ストッピングを見せます。村越さっきは一発で終わってるんでその後行ってほしいですね。そうですね、はい、やっぱり一発だと防がれてしまいますから ね、 一発二発三発、さらにその先にクリーンヒットが生まれてきます。ちょっとこのラウンドはお互いに手数が減ったラウンドかもしれません、はい、何か考えてがあってのことでしょうかね。天心は多分カウンター狙ってると思うんでしょう。あはタイムストファイトをかけますか。そうですね、両選手のアグレッシブですね、はい、これはいいタイミングかもしれませんね、はい、これでまた動きが出そうです。さあ両者にアグレッシブを促しました。再開します。両選手もっとアグレッシブにということで注意がありました。さあ再開です。ここから何かが動き出すかもしれません。蹴りか、得意の村越蹴りか、ミドルか。ミドルと、ミドルに対してローを返しました。どちらも速いキックです。おーっと、ローが今テーピングをしている村越のちょうど境目あたりにヒットしたかもしれません。身を乗ってきます。
右のキックがちょっとつま先刺さり気味に軌道を描きました。これはちょっと伸びですね。投げ入れて距離を置きます。待っています。村越入ってく、張っていくのか。天心ラスト1分、村越どんどん蹴ってほしいですね。はい、蹴って天心はその中からくぐってパンチ。アウト、アウト、アウト。後ろ、後ろコーナーです。村越行くか。天心、天心が誘います。1回フェイント、左かぶせた、片押しからクロスを離します。これはでも難しいですね。村越選手はあのパンチでいったら確実にパンダ取らそうですし、はい、村越選手ちょっと攻め手がないかなって感じしますね。気持ちはねあるんですけども、やっぱり動きが見出せないのかもしれませんね。そうですね、やっぱまあ前回がありますからね、前回の試合が、はい、何が何でもその勝ちが欲しいという。アウト、かかとか、いやいやいや違います、当たってはいないよかです。おい、バックハンドを受け取りました、はい、よく見えています。第4ラウンドも終わりました。私に対してはついては絶対にリベンジしていかないとこの先がなかなか生まれてきません。さあラストラウンドです。これはでもね挑戦者が行くしかないですよ。あ、そうですね、はい、挑戦者が行くときです、はい、どっちが行くのかといったらそれはやっぱり村越の方でしょう。そしてあのポイントも天心が、あーた、裏へ足の裏へヒットしました。天心がリード、若干流れ的には天心がリードしてるんじゃないかという、ね、展開です。そうですね、まあ、手数的にも天心くんですけど、はいはい、1回離れました。第5ラウンド2分30秒時間はどん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 と刻まれていきます。過ぎ去っていきます。はい、キック、はい、は到達はいたしませんでした。村越右をすくさ刺す、村越君ちょっと引っ掛けてきましたね。そうですね、残り2分、およそ2分、天心が見ています。宿が入りますね、全勝を守るのか、あるいは村越がこの天心に黒星をつけるんでしょうか。村越君宿が入り始めましたね、だいぶ、はいはい、しかしあと1分50秒左打ち渡していきます。時間とともにどんどんとアタックの回数は減らされます。スイッチします、戻します。キックはミドル、左キックを受け取いてパンチを2まっていきました。今度は右のハイキック、5ラウンドです。お互いにきつい第5ラウンド、ものすごいつばぜり合いを演じています。両選手またスイッチしました、戻します。運動へ、なかなか噛み合わないですね。噛み合わないですね、これね。三日月はどうした、ミドルが出てこないか、中に入ってきます、裏に回り込んだ、追いかけるハイキック、コートアム追いかけてのハイキックを見せます。残り50秒切ります。時間がなくなってまいりました。追い込まれます、村越、天心が追い込んできます。天心コール、そして村越への声援交錯しています。ラスト30秒、残り30秒切りました。いけないか、これはかもしれませんね。残り20秒、はい、テンポよくキックをつなぎます。15秒、アパカット、そしてハイキック、ラスト10秒、飛び蹴りを見せますが10秒切りました。ラストチャンスカット、これはとどを立ついたしません。開始、試合終了です。これよりジャッジの集計に入ります。試合結果をお知らせいたします。ジャッジアキア50対47、赤那須川、ジャッジ梅沢50対50、ドロ ー、 おー、ドロー。ジャッジ永瀬
50-45。フルマーク赤那須川、那須川連勝続きます。以上2-0の戦連勝となりました。勝者 KO で勝つことはできませんでしたが、前チャンピオンの挑戦を退けました。シャットアウトです。初防衛に成功いたしました。那須川天心選手にコメントをいただきます。お願いします。こんばんは、ターゲットの那須川天心です。今日は皆さん、応援ありがとうございました。ちょっとチャンピオンとしての情けない試合をしてしまって本当に反省します。村越選手すごい強くて、前やった時よりも2倍3倍強くなってましたし、僕もこれじゃ少しちょっと舐めていたところがあったかなと思いました。自分では頑張って本気で練習してきたつもりだったんですけど、それが結構なんですかね、周りが求めているようなことを、できなかったので、これからもっとしっかり頑張って練習して、もっともっと強い選手になれるように頑張っていきます。今日勝てたのも、来てくださった皆さんや僕を支えてくださった皆さんのおかげでこの勝利につなげたんだと思います。次はしっかり倒して今回みたいなことがないように、頑張りますので、皆さんまた応援来てください。今日はありがとうございました。いやー大樹さんいいじゃないですか、キリッと前向きに泣き言というわけでもないし、相手の強さをたたえ、そして、自分の板の中さも素直に反省し認め、今のコメントがありました。熊子さんいかがでした。あ、そうですね、まあやっぱり本人的にもね、やっぱり